はい、今日はスズキをさばいていきます。鱗から取ります。このスズキはどこどこさんとかありますか？東京湾です。はい、東京湾のスズキです。夏の魚なんだけどね、あの、うん、旬が夏って言われてるんだけど、冬のスズキ、はい、今日はどんなのかちょっとさばいて、油があるかどうかちょっと楽しみですね。お腹めっちゃプリプリしてますけどね。これがね、何が入ってるかだよね。うん、卵か白子かどっちかだと思うんだけど、冬のスズキ産卵期なんだね。あ、卵だ、卵だ、卵でした。なんかすっげー入ってると多分、うん、めっちゃ入ってそうですね。では次にこのお腹を裂いていこうと思います。卵とか内臓がパンパンに入っている場合は傷つけたくないんで、包丁の向きはこうでなくて逆さ包丁でこういう感じで入れてください。肛門からこう入れて頭の方に向かって、うわすげえ、めちゃくちゃ卵ありますね。産卵しようとしてて、弾けたのかな、どうなんだろうこれ。すげえ。だってもうお尻が出てましたもんね。めちゃくちゃ、ね、これ。すげえぞこれは。なんじゃこりゃ。こっちの卵が切る前から割れてましたもん。ね、漏れてたってことは。うん、こっちは綺麗ですね。こっち綺麗だね。うわ、うん、ここ漏れてた。おお。頭を外していきます。カマのところから包丁を斜めに入れてこういう感じで落とします。このカマのところに包丁を入れて斜めに、でお腹のこの中のここに包丁を入れて血合いを掃除します。この血の部分を殺す前に取ることで魚の臭みが変わります。この塊についたままこう下ろしちゃうと、ここ包丁が入るんで、はい、下ろしちゃうとこの血が身の方に、切った身の方に血がもうついちゃうんですね。血がついちゃうと、そうするとその身が出てここ取れなくて、うんうん、ちょっときれいに取ります。こんな感じです。続いて3枚で下ろしていきます。まずお腹の方から包丁を入れて皮1枚包丁入れます。その後この中骨に沿って包丁を入れていきます。次に今度背中ですね。背中の方から皮1枚同じように包丁入れます。でこちらも中骨に沿って包丁を入れていきます。向きを変えて、もう中骨に最後ついたこれを切ってから外してきます。結構アバが硬そうっすね。うん、結構ね、太い、まあまあ太い感じ。たら同じようにお腹から包丁を入れます。今度は背中を下に敷いて、また尾の方から中骨に沿って包丁を入れていきます。最後、ここのところにひっついてるので、真ん中にひっついてる、ここを外していきます。
次はガンバラを外していきます。ガンバラ骨をすくように沿って、ガンバラ骨に沿ってこう包丁を入れていきます。ここですね、この骨にこう沿って、うん、骨がねちょうどここで終わってるので、うん、こっちまでいっぺんに行くのも大変な場合は骨のところだけこう一回外してもらってもいいです。要はこれがこの骨が取れればいいんで、うんうん、あとこの膜ですね、この膜が取れればいいんで、もうねやりづらい場合は柳包丁とかでやるとやりやすいです。薄く引けるし、はい、こんな感じです。はい、では次に真ん中に骨がまた入ってます。この骨を骨抜きで取っていきます。手で触るとポツンポツンってこう手に当たるので、当たったところにこの骨抜き強く握って引っ張ってください。こんな感じで骨が取れます。こんな感じですね。半身ちょっとお刺身用に皮を引きます。皮を引くときはですね、尾っぽの方から手で押さえる部分を残して切り込みを入れます。少しずつ切っていくと皮と身の境がこう、皮1枚だけ残してます。そうですね、皮1枚残してもらったら、この後包丁をこう横に持っていって左手でこう皮を強く持っててください。まな板にこう押し付けてもいいです。皮を持つ方の手をこういうふうに左右に、あまりこっちに力を入れずに、この左手でこう動かしてると包丁がこういってくれるんで、はい、こんな感じです。硬い釜のところ凝ってるんで、これは食べれないんで、こっちからこう切っちゃってください。外します。ちょっと気になるんでね、この辺もこう外していきます。綺麗なタオルとかビートペーパーでやって、感じですね。油乗ってそうっす。まあまあかなまあまあかなって感じですね。あれだけ卵持ってると、あ、卵の方に、そうなの、栄養がいっちゃう。そう、いっちゃって、旨味がね、どうしてもね、はい、やっぱり身の色もちょっと乳白色になってるしで、中といったところでしょうかね、うん、今日は身の質もまあそんなに良くないので、洗いにしてみようと思います。たっぷりの氷水を用意します。切っていきます。薄めにですね。ザルとかシートペーパーとか、要はこれで水を切ってください。よく水を切ります。はい、では盛り付けてきます。まあ、ちょっと血合い、この血のこれが匂いが気になる場合はカットしちゃってください。食べれるんですが、ちょっと若干臭みがある、うん、若干ちょっと臭みが出ちゃうので、からし酢味噌、これをかけていきます。ネギをかけて、はい、完成です。いただきます。鈴木ちゃんどんな感じかな。友がいっぱいいたから、うん、やっぱり洗いにして大正解。うーん、洗いにしなかったらもう全然ここまで歯ごたえは残んないかなって感じ。でも美味しいよこのスズキ、うん、十分美味しいです。やっぱり産卵直前だったから身の
張りとかもなくなっちゃってるのかなっていうのはちょっとそんな気はするけど、全然美味しい魚ですね。よかったらちょっと食べてみて。ちょっと一個いただきます。結構ね、味噌ついてても大丈夫。本当ですか。うん、じゃあいただきます。うんね、普通に美味しいですね。ね、美味しいよね。歯ごたえもっとないのかなと思ったら、うんうん、ありますね。うん、全然臭みもないし、うん、東京湾のスズキとかって、うん、あの豊洲とか、うん、でもちゃんとこう市場に出回るぐらい美味しいっていうふうに言われてるんで、夏の風物詩みたいな感じなんで、スズキって、うん、あの梅肉とかで食べたりとか、冬ってちょっとピンとこなかったけど、全然食べれますね。うん、まあまたちょっと時期とは逆のものとかね、いろいろ試したりとかしてみましょうか。うんうん、そうですね。冬のスズキ、あの美味しいですよ。試してみてください。ありがとうございました。